やっぱりだんだん少数制になってくるよね。ね、今日出るか、こっちだったら勉強会あったから出るけどね。宿題は難しくです。で、学生の方は習った覚えがないって言うじゃないですか。ね、で、それから、今までの教育の悪いところっていうのはこう教えたらこうなって、そのうちの何パーセントを学習したかっていう。だけど、今の学習って違うよね。ね、その学習の、そのポイントとか、クエスチョンとか、まずそれからメソッドを投げて、そしてそれ、自分がそれぞれ調べ物をして、で、まとめて持ってくる。ということで、もうその段階で教員の知識を超えてるんだよ。うん、教員というのは知識を授けるっていう意味で教授って、ね、教授の授は授けるでしょ。でも教授という言葉自身も古いよね。うん、でもちろん授ける部分はあるんだけれど、しかし授けるだけでは未来ないじゃない。これすごいことだと思うんだよ。授けてたら未来はないっていう。授けないから未来があるんだよね。てか超えてくんだよね。だからそういう意味では学問の方法論を身につけるってことが一番なんだよね。学問の方法論を身につけるね。ということだと思います。今日ギリギリ間に合うように、内閣空港、着8時5分の飛行機で、ね、内閣大臣に戻ってきましたら、20分遅れました。許してもらえるかなと思って、一斉でございます。ではですね、そして、行くまでに、できなかったので、向こうで作って杉本さんに送ってクリックアップして頼みました。というか、今までのものを切り離して、今日のように作るの目的で作り直してみたものですね。はい、研究の背景目的を説明するというのが今日の、お題になってます。で、その中でね、常に僕たちが頭に置いておくべきことっていうのを整理しようかなと思って、ね、はい、で、その頭を持って、この後の皆さん、このグループとのディスカッションに入ってもらいたい。これいつも出してる疫学研究ピラミッドですよね。11134、ね、ということは自分の研究というものはここあまりまたがらないように、またがらないで、またがる場合は必ずシリーズものとかして書く。2番をやったら3番をやるとかね、順番がどっちか分からないからしちゃダメよ、ね、それから何々と何々をするって書いてある申請書があるからダメですよね。何々こうやってから何やってます、ね、まあ、でその時も目的は何々で、それの目的を遂げるためにはその前に何々が必要なんだという説明をすると順序が分かるでしょう、ね、はい、というわけで一番シンプルにはですね、特に若手の申請の場合はどうするかというと、ある一定年限の例えば博士課程4年間とかねいう場合だと CM を考えるで、奨学っていうのはけれども、研究助成をもらう若手向けの研究助成っていうのはピンポイントで何本取って、その前も何本やりますと、2番やりますと、4番やりますと、1番やりますというふうにピンポイントで言ってもらうのがいいと思います。それに対して博士の場合はあとここはシリーズで言っても大事じゃない、ね、で修士はまあピンポイントでしょうね。で2年間でできるで、そしてですね、そのシリーズものとシリーズになったらピンポイントで何を持ってくるかというときに、どこまでできているかですよ ね。どこからやるべきかですよ ね。つまり自分が2番をやりたいと思ったら自分にとって必要な1番はすでに存在するかっていう、ね、ここですよね。でここのときに 100% 存在するか 0% しか存在しないかという、01ではなくて、やはりグレードがあると思うんですよ ね。で、そのグレードが自分の2番を実施するのに、大丈夫なぐらいのまでいってるかってこと。自分、大丈夫でない程度にしかいってないのかということを考えてほしいんですね。これがもう申請書を僕読んでて、研究申請書なんか読んでて、やっぱり2番の中での重要なものっていうのが、これは全然かもしれないけど、調べたい主要な変数ってあるじゃないですか。それに対して、バグにあった変数ってあるじゃないですか。ね、でこれを、まあ、明記してもらうことですよね。主要変数とバグにあるその他いろいろな変数、ね、
で、それを明示してもらう、書いてもらう。で、これ大切ですよ。あの栄養学の栄養疫学系の研究で僕のね、あの研究女性の評価がね、すごい低い、もうハートにゼロとかつけてあるのがね、あの栄養学的研究って書いてある。栄養の変数ってめちゃくちゃたくさんあるじゃないですか。何が分かったか分かんないですよね。あ、これダメだよね。もっと狭めてほしい。で、あの狭めてないのはどういうことかというと、自分の頭は逃げなくなる。自分の疑問が発揮してない、ね、なんか最近栄養流行ってるからやってみようとか、ね、自分の業務でなんか出てきたからやってみようと言って、その掘り下げてないよね、思考力が出てない、ね、そうするとここに関してはやっぱり一番しっかりしててほしいんですよ。で、この辺りは一番しっかりしなくても僕は良いと思います。だって現実的にはね、だからここしっかりしてる。でここしっかりしていなかったら、これを2番だったら1番に下げて、あのこれやらないとこれできないでしょって言って、この研究結果を見る。これができたらこれできるからすごいよねって買うと、これに関して助成金が出るんですよ、ね、だからこれだけのゴールにして書いたらお金もらえません、ね、これができたらどんな素晴らしい世界未来が待ってるかって。短いでしょ、ね、でもうあとは一緒です、はい。3番をやる場合は2番がこういうふうにできているわけです、ね、4番をやる場合は3番ができているわけです。でところがね、あの4番をやる人のね、あの落ち込むポイント、これは僕は厳しく見過ぎるかもしれないけど、やっぱりね、あのね、これちゃんと見てほしいのはね、4番をある程度こういうことを勉強したら、4番のために3番の論文しか出るんです。ところがね、この3番が2番に立脚してるか否かを調べないといけないんです。で、そしてこの2番が1番に立脚してるかどうかを調べないといけないんです。で、そうすると4番で介入しているのに、その4番の中の介入する方法と、それ介入結果とか関連の研究である程度分かっている、分かりますよねって書いてあって、そして、それぞれの心理的学的な部分はこうなっててねとかね。よくあるのはほら、あの朝食を食べさせてもすごいあのレベル低い話ですけど、あの小学校4年生の児童に学校で朝食を食べようという講義をする学校としない学校をね、作って比較試験として、そして、何かの栄養素の摂取量や食品の摂取量がその分間で差ができるかどうかを見ようっていう、ねね、っていうことをやるところがこうずっといくと、じゃあその朝食を食べてる人と食べてない人で、ここで見たい食事の因子、例えば野菜の摂取量とか、ね、カルシウム摂取量とかいうものが、この横断研究で、ね、関連がなければこれやる価値少ないよね。ないとは言わない。横断で出なくても横断と関連違うのを見るときあるから、それは意味があるんだけど、あるという意味があるんだけど、ここを考えずにこれ見ちゃダメだから。でさらに僕研究計画書を出してもらっててびっくりするのは、ずっと探して登っていくと、じゃあその朝食を食べさせようというときに朝食の定義がないという研究計画が飛んでるんだよ。1番できないね。1番できない。これはやっぱり無理です。実際にやろうとすると。実際にやろうとすると、じゃあ朝食ってどんな風に食育、その授業の中で話すのって、その教科書作りするじゃないですか。できないんです、そこで。そこで止まっちゃう。ね、で それを適当にというか、良くない方法でやったとすると、その後の疾病会社論文が出てくるよね。論文のメソッドをかけなきゃ。というわけで、あの栄養をやるほど難しいです。栄養をやるほど難しいですね。わかりますね。そして栄養をやるほどこっちの道具がかすんじゃうので要注意。と同時に今日は説明するでしょ。とこれずっと順番に説明したら文章高くなるよね。これいけないよね。うん、ちゃんと200文字以内とか5分以内とかに収めなきゃならないよね。そうするとそれぞれで、忘れてはならないポイントは何で、忘れても良い、捨てても良いポイントは何かを自分で分けなきゃいけないんですね。
ということも考えてください。というわけで、この1番目 の、 スライドは、この1番、2番、3番、4番の流れを把握して頭の中で作っておくということですね。でその次、これも一番です、ね、実務の研究と政策の、関連ですけど、次はね、これ自分の研究はどこに位置づけされるべきなのかを考えるんです。まだ自分の研究が成就した、成功した、できた、一体どの部分でやってたのか、純粋にサイエンティフィカルなエビデンスとして、でまた新しい発見として、まずここのために貢献するのか、それともこれができても別に価格としては大したことないけど、実務のこの部分は助かるよねとかね、とか、あ、これが明らかになったらこの政策が打てるよねとか、どこの部分にフィットするのか、どこの部分にコントリビュートするのか、貢献するのかを自分の中でしっかりしていく。これはね、結構アピールだめです。これしっかり最初に書いてあると、割と得意です。というのは、これは専門分野違って理解できるからです。審査員って専門分野じゃないものを見るからね、どうしてもそうなんでしょ、ね、いろんなものを見ないといけないから、ね、これってもう何なんでフィットするので、これぐらいのこういう公衆栄養政策分野においてこの部分が明らかでないために、こんなふうなところで止まってるとぼやりしてるのがやばいよねと書くわけよ。そこにこれができたら、そのところはっきり書いて、こんな政策進みますよ ね、 ねとか、実務のこういう部分は困ってるんです。でも困ってるんですも、自分の経験ぐらいだとあんまアピールが低いです。そこがもっと客観的である必要があります、ね、そうするとこれとこれって割と近づいてきて、例えばこれだと客観的な文だったら、実務現場でよく使われているガイドラインにこの文章を書けていないから、それで多くの実務のこの部分は困っているんだ、そこが書ければねっていうような話になってくると、割と近い考え方になるでしょう、ね、栄養学においてはですね、純粋なピュアサイエンスっていうのはほとんどないんですよね。やはりこのどこが重視されるけれども、やはりこの2つがサイエンスベースである限りは、まずはここ にこういうことが明らかになったら、将来においてこの辺りやこの辺りの役に立つのかなっていうのが聞かれた。でこれはですね、基礎科学とか純粋なピュアサイエンスをやっている研究者が審査すると、やはりここですね、栄養学での研究で弱いのはね、この科学の匂いがしないって言われるんですよ。それで僕たち複数の審査員評価してるときに、基礎科学系やピュアサイエンス系の先生方は、栄養のものは科学の匂いがしないから、これこういうものでお金を出しても価値がないって言うんです。で、困ったことに、本当にね、僕から見たサイエンスなんですよ。ところが書き方があまりにこっちに偏りすぎてるために、科学の匂いがしないの、本来は科学だ。それは栄養関係の教育のされ方が悪いんだと。あまりに現場だ、あれ忘れるべきよ。現場のためには科学が必要という意味です。現場のためには科学です。だから現場をこういう業務をうまく回したいから、こういうことを明らかにしたいって書いたら落ちます。通りません。ここをうまく回すためにはこの科学を作らなきゃならないんだって書くんです。そうすると科学とその実務というのがつながってくるんです。でこれを50文字ぐらいの2行ぐらいで言えるとすごいよね。そんな感じです。ここは言えばそういうのかな。でその次ですね、その次はさっきの 1,2,3,4 の階段と同じものですね。自分の行う研究 がどの方法を用いるのかをきちんとこう書いてください。ね、はい、書いてください。私は、分析学研究をやるの。私は介入をするの。ね、はい、私は記述をやるの。でそれから、どんな人たちかということを書いてほしいんですよね。これは、完全には決まらないのでぼんやりなんですけど、大体 そのキャラクターは書いてるんですよね。測定方法もある程度フレキシビリティを残しながら、私はこういうものでやる予定だというのが書いてほしいですね。
なくとも自分の希望を解くのにこの中のどれが一番ふさわしいかということをちゃんと選んでほしいですね。あの意外に書いてないですよ、これ意外に書いてないです。まあこれはいろいろ応用企画の講義を受けているってことできないと違いなんですよね。はい、でその次ですね、これもあのハードマンの業界ですよね。はい、キャラクター、キャラクターレシピをどこまではっきりさせるかですね。でその時にはっきりしない言葉を使わないことがよく、はっきり書くのは難しいし、書くということは文字数を使うでしょ。はっきりしない文字は、ね、捨てる捨てる、もう、まあ、のもう無駄無駄というよりもうむしろ害害あのこういうのは害、これ最初に出てきたら評価落ちるよね。あの僕はすごくあの他の審査員と違ってあのものすごく評価を低くつけることが時々あるんですよ。で、ね、その研究の多くはね、多くの中でいくつかがね、あの食品学の開発系の研究で、それぞれの開発の方法は素晴らしいし、できたらそのあの社会の貢献も素晴らしいんだけれど、その一番手前の最近の世の中問題が抑えられてないんです。それを間違ってるんです。例えば最近の日本人は肥満傾向にあるために、肥満対策に有効な新たな食品を開発するって書いてある。最近の日本人痩せてきてるじゃないですか、疫学的には。ということはその人は最近の日本人は太ってるというふうにし、あの信じてない、今日信じてるわけです。でその信じてる距離に基づいて研究してる方は困るでしょ、どんな素晴らしい研究でも。だからもうそこはもう僕だともうそこの部分読んでもバッターって読まないんです。あ、この人は自分の技術や一番狭いところがよく勉強してるけれど、その自分が社会に貢献したい社会の土台に基盤となっている現状に目を向けてないな。というんで、こういうことを書くと、あのこういうことだとさ、ほら、あのパンフレット検索がしにくいから、スルーしちゃうんだよな、これ ね。で、パンフレット検索しようと思うと、やっぱきちんとあの何年とかね、それとパブリケーションイヤーとか入れなきゃならないから、そうすると、こういう文字が自然に消えてくるよね。はい、それからですね、こっちの方は時間と文字数で、そんなに丁寧には書けないし、書くべきではないと思います。けれども、読んだ人、聞いた人が、あの想像できたり、または読むときに読んだ人が誤解を生まないようにする。誤解を生まないようにするんですね。これ、食べていないと書くと、これ誤解を生むよね。生むよね。朝食を食べていない、食べていないというこのことをあまりにも広いために、読んだ人や聞いた人によって解釈がすごく違うでしょ、ね、そうすると自分の意図が正しく伝わらない。意図を正しく伝えるということはやはりその話し手と受け手のその言葉の定義が同じであるときだけですよ ね。だから定義が広い言葉はできるだけ避けることです。でその一方でここで逆があるんですよ。逆はね、定義をあまり丁寧にしようとするために専門用語を使うことなんです。これは避けたい。なぜかというと専門用語ってその専門分野の人だけに通じる、いわゆる略語です。他の分野は通じないでしょ。そうすると審査員がその分野の専門家である確率が低いわけです。あのね、僕や栄養疫学やってすっごい損だと思うのは、審査員に僕系の人だけいないんですよ。ということは僕系 の学生の子が申請書出したらまず落ちるんだよ。でそれに対してしかこう食品学が多いじゃないですか。だから僕のなんか一緒に審査する先生なんかそっちがすごい多いんですよ。そうするとそっちはもう「あ、これだよね」とか言ってなんかもう逆語で彼ら話しちゃって「ああこれはいいわ」言われるんですね。それダメでしょうね、それ。それダメでしょ、ね、
を扱ってほしくないというか、使うべきでなく説明させるのは難しいよね。これはもう技術で、特に我々生活科学の分野は説明する用語が、その用語が科学の匂いがしないから、だからバカにされちゃうんです。科学の匂いがしないから、ね、そこにどのように科学の匂いをさせるかですよ。僕自身も答え方ありません。あ、これ難しいもんです。あと僕のディスカッションなんかで具体的に今日で出てくると思います。期待したいと思います。はい、それからですね、ポジティブデータを出したいと皆さんは思うんだけれど、必ずしもポジティブデータばかりが良い研究ではないと僕は思うんですよね。はい、これはですね、介入効果があるということを証明したい人がいっぱいいるんです。介入効果があるというのを証明したい人がいっぱいいて、介入効果がないことを証明したい研究なんてほとんど出てきません。もうなんか学会とか行くと、もう何とか介入やりました、指導しました、治療しました、よかったってばっかり出てくるじゃん。あれ、なんか介入しました、指導しました、全然うまくいきませんでしたって、どうして学会言わないの、ね、例えばこうでしょ、ね、評価の不確定があった場合だけ評価結果がちゃんと信頼できるわけでしょ、ね、で評価の不確定がなかったり低かった場合は評価結果が出てくるから、だからこんな風に矛盾したものが出てくることもあるし、こんな風に矛盾したものが出てくることもあるんですよ ね。だからやっぱりこの評価の科学性が研究結果にきちんと書いてあることであって、あってね、あってもうなんかもう僕はもう絶対これやりたい、これもう私の治療方法命みたいな研究計画書は評価低いです。もうやりたいやりたいって書いてあることばっかり、あ、評価です。それよりも、ここはもう結構客観的に淡々とか、それほど文字取らない。ただ、これがいかに現場で重要かとか、いかに科学として重要かは書くんだけど、自分の思いがそれほど語る必要があります。私は現場で10年働いて、その経験に戻すから、あ、ほとんどありません。あれ、ほとんど言いません。そこを求められている指示書もありますけどね。あまり評価は高くないと思います。はい、それに対して、やっぱりここですよね。ね、ここをちゃんと出すこと。はい、これがなかなか審査員すら読めないよねっていう問題があります。はい、で、そうしていくと、やっぱりですね、僕たち、何が一番役に立つかというと、構造化小論だと思うんですよ。とにかく構造化小論を読む経験と、たくさん読むという経験と、たくさん書いたという経験に相当に属するでしょうね。で、構造化小論を書こうとすると、もう目的は何ですか、1行で書いてくださいって言われるわけだし、ね、デザインは何ですか、せいぜい3行でね。対象者はね、必ず得るまでね、これはもうかなり丁寧に書けると思いますよね。測定もそうだよね、どんな測定でもかなり。それに対しても、結果はもう一部、ね、その見たかったもの、ね、仮説であると。で、もうこれとこれもほとんど同じですけどね、この味気ないけど分かりやすいというものだと。ところがですね、研究方法を説明するときに、味気ないけど分かりやすいのは、味気ない文章はやっぱり落とされるんですよ。ここにいかにこの味気なく、ここに魅力を含めるかが文章力ですね。というよりね、文系が来た人で、研究所先生とかすごい上手いんですよ。文章が上手い。文章が上手い。これでいいの、そんなにこの人勉強してないんだろうかと思うんだけど、でも文章が。そうするとね、どういうふうにこちらが理解せざるを得ないかというとね、文章がうまいために、あ、これだったらできちゃうよねっていうふうに我々も思っちゃうんですよ。でその文章のうまい、うまさっていうのは強弱がうまいね。文章の中のもうここ
が山みたいなところと、ここはその脇のための説明とかいうところが、この、文章っていうのは一次元じゃないですか。ね、ね、理系と文系の、ね、違いでね、一番感じるのは僕は一次元で表現しる文系と、二次元以上必要とする理系の違いだなと。理系っていうのはこう、理屈は平面があって、それをミクロピングするんですよ。ね、で、法学の人だったと話すとよく分かる。文章って分かってる。あれ、ずーっと一部になってるわけ。一つの文章の中にちゃんと括弧があったり、和があったり、暗号があったり、入れ込んだって構造があったりしてるんだよ。だけど、一本の文章なの。小説もそうでしょ。ね。小説もそうです。そうすると、僕たちは一本の一次元で多次元のものを表現する文章力をつけるべきだと僕は思う。これ理系の教育で薄い。一次元で多次元を表現する。で、一次元で多次元を表現する一番単純な例はね、出てきた順序に私たちの、聞き手の頭に入ってるってことです。下手な人って、その話の順序が入れ替わっちゃうんですよね。あれダメよね。順序の話はこの後少しです。というわけで、一次元で表現をすることの大切さを勉強するべきだなと僕は。結構強いです。はい、あとは軽くして、それからもう一回、深いところというか、ディスカッションを覚えてみます。これはもう僕たちがいつもやっていることですよね。ね、何かを主張したかったらトレーサビリティについた情報をつけようって言ってね、思うとか ね書かないね、誰々なんで、ね、あれ一番考えたのは誰々なんでってやつ ねだけつける参考文献つけることですね、はい、でそれからやはり質の良いものを使おうというわけですね。この論文にも言うですありますからね。それからこの情報のアップデートなんですけど、これが難しいよね。修士ぐらいの学生だと、つい最近この分野に入ってきたわけですから、超新しいのを知ったりするのよ。しかしそれってさ、たまたま出てきたらゴミかもしれないんだよね。ね。一方で、もうすごく何十年も研究してる人だと、と何十年も前の論文をずっと見てたりするよね。アップデートされてないから。だけど、本当は何十年のこう風雪にさらされて、で熟成してさらに値打ちが出てきた論文もあるでしょ、ね、だからこのアップデートって単に新しいものかって意味ではありません。参考文献に書いて2018年の書いてあると僕も結構ええと思って、でパンメルパッと見ます。そうしたらその10年前にそれより良い論文がちゃんと出てたら、その人は勉強不足だとこっちは思うんです。だから怖いよ、参考文献書くの。怖いよ、ね。それから参考文献でね、参考コラボを出すんです。それからこれで言うと権威政府を申請したい、栄養学で本当にひどいなって僕思うのは、政府とか権威が言ってることを確かめたいっていう研究。あんなものは研究でもなくても単なる、なんか役人の方が多すぎです。そんなものにお金を費やしたら、例えば今厚生労働省でこういうことを一生懸命やってようとして、こういう、事業が走っていますけれども、その事業の元になる研究論文があまりありません。だからそこを私は確かめたい。それ順序やったと思わない。厚生労働省がやってるからそれはもう真実だ、真実のはずだっていう仮定を持ってるんですよ。で、それを確かめようとはあかんじゃないです。むしろ本当に良い研究はそんなことをやってる政府はやばいんじゃないの、それを確かめようとはいけないです。で、これは本当に栄養の、僕の分野の新セッションってすごい良いです。すごい良いです。メタボ検診が入るというのも、メタボの検診の応募すごいあった。
揉めたば悪いものだと書いてある。でもう今皆さん分かっているのは65歳以上はメタバ関係ないでしょ。当時は今から10年ぐらい前はそれを分かってたいい人は高齢者までメタボ体操を実践とか実践しなきゃダメなんですね、うん、で効果が出たら嘘なんです、ね、さあじゃあ今政府が進めていることや私たちが大学なんかで習って姿勢事実化していることを確かめることを持続な偽科学はないと僕は OK です。だから僕が審査の場合はもうそれ自信を持ってゼロ点です。一回一点から5点でつけてくださいってゼロ点つけてくださいって評価不能です。まあさすがにこれはネタないけどね、ネット流行りものね、ネット流行りものってでも時々あるね、時々なんか最近これこれダイエットも流行ってるのでそれが本当か嘘かどうか確かめること、というわけでよく落ちる、一番僕の経験の多いのはこれか下から2つ目かな、あとはやっぱり入り口のトレーサビリティがないとどんどん始まっちゃうってやつかな。じゃあそのトレーサビリティのところで、これが論文の回数に使ったものですよね。インパクトファクターとおすすめとの関係のですね。このミドルクラス、栄養音楽、人間栄養学で大体この2とか3ぐらいがミドル、学際指数ミドルですけど、そのあたりが一番使いやすいですよね。なぜかというと、それを叩いては参考になるけれども自分たちにはできない、ね、だからそれが参考物件になってるって実はずれてるんだよね、まあ、あなたがやりたいこととここにやってること実は違うじゃないですか。それよりもあなたがやりたいことに一番近いものを使ってください、ね、で、まあ、これが書いてあったらダメですね。インパクトがあったらゼロの論文が引用されている。これはね、僕たちが研究所での会議をするときに、そこにお金を出したときに、どれだけの科学を得られるかっていう、金銭勘定するわけですよ。金銭勘定して、プロダクト、インパクトゼロだったら、これ、投資して回収するファクターゼロじゃないかってことなんです。で参考文献がずっとこれが並ぶ、インパクトゼロが並んでると、この人のゴールはインパクトゼロだってなるわけです。インパクトがゼロでお金だって言うから、君やってごらんって言えるのは学部の4年でも難しいよね。そう、学部の4年でね、僕は学部の4年生はそう楽しいところがないんですけど、マリックが大学でお見せてもらってて、最初は日本語でこのレベルで教育をし研究体験をし、その後徐々にインパクトファクトを上げて学生に読ませて、徐々に英文に書けるようになり、徐々にこう精緻な研究計画を書けるように教育をしていきますという先生に何人も当たったんですね。あれできません。あれは学生の教育として無理です。なぜかというと、僕のが育ってきた研究仲間のトータル結果を見ると、最初に日本語で論文を書いて、次に英語で論文を書いた人はほとんどいないです。一本目で英語を書いた人は、二本目も三本も英語なんです。それは英語か英語でないかってなるので、インパクトファクターがついてるものなんです。で、最初にゼロ点で書いちゃったのは、次もゼロ点。で10年に10本に1回ぐらいインパクトがついたのがあります。やっぱり無理だな、はい、それからでこういう人たちが何やる、こういう人たちがない、じゃあちゃんと英語読んで参考文献書いてねって言うと、これ書いてるんです。面白いことが、うん、日本語のなんか報告書とか、なんか雑誌みたいな、インパクトゼロの並ん7割ぐらいになってて、残りの3割が今組んだ15とか言うと、ボロボロになるんだ。10とか15とか。こう、中抜けになる。で、あんたどこやりたいって言ったら、ここでしょって、真ん中でしょ。ね、
でもマットを使うというわけです。ちょっとやっぱりこれ相当読まないといけないね。っていうのは落語とかマスターのレベルだとこの辺りの中ですごく選択してやれば僕いいと思うよね。この相手 の論文をいきなり調べろ読めっていうことにして、そしてじゃあそんなに博士の人たちほど何百人もなくていいから5つ読んでもらってっていうのも僕、その参考文献を使う書くときに研究計画でやばいなと思ってるのはこれですね。この論文のバイアスですよね。これが結局信頼でしょ、縦軸が。で、横軸が結果でしょ。ね、でこれが何だっけ、あそこは魚介由来脂肪酸とうつの関連の皆無研究ですね、はい、のメタアナリシスのファネルプロットですけど、はい、クオリティの質の低いところにポジティブペーパーがものすごい数あるんですね。で、ハイクオリティペーパーのところはほとんどゼロか、むしろうまくいかないっていう結果のメタアナリシスです。非常に興味深いですよね。で、その時に困るのは、いや、私の研究室は魚をやってますと。ね、もう魚であらゆるものが健康になれるんだと。うつも健康になれるんだと言って、聞いてくるのが分かるでしょ、ここ聞いてくるんです。ないかって、うん。で、こんなにある、あんなにあるっていくつも書いてくるのよ。そしたらここ引いてないのよ。これ良くないですよね。だから、これどうやって見上げるかというと、あれもある、これもある、3つも4つもあると書いてあって、で親切に参考文献書いてくれたときに、この参考文献のインパクトあるかを僕はパッと想像するわけです。で、それが、ね、1でもいいよ。ないのは0はまずいです。ここに0の、0ってことは、このメタナリシスで入らないわけよ、これ。うん、そういうものが引用されたらまずいよね。ということになります。それから寄生事実化ですね。寄生事実化ですね。これはカルシウムの摂取量と大腿骨筋肉骨折の発生確率、ね、ですね。何の関連もないっていう。これ、労働数のところ、カルシウムの労働数は、大腿骨の骨折と関係してるっていう論文で、こっちが上がってるんですけど、こっちが下がらないんですよ。というのが今のところのこの10年ぐらいのメタアナリシスの結果ですけど、いまだにやっぱり出てくるもんね。なんか1000ミリとか1500ミリぐらいのカルシウムを一生懸命食べさせたらっていうような研究が、もういい加減にしたらと思ってるけど、読んでないんだよね。というわけでやっぱり論文をきちんと読んでおくって、特にこのコアアーティクルを読んでおくってすごく大切です。で、最近のこの悪い傾向はメタアナリシスを見てきたのにいきなりメタアナリシスを読んでしまう。で、メタアナリシスをまとめてあるために自分がやりたい一個ずつの研究の話はあんまり書いてくれてないわけです。だからメタアナリシスはこうオーバービューするのはいいけど自分の研究のデザインを書くのでよくないよ。あんまりよくないよ、ね、けれどもメタアナリシスはこういうこれこれの研究方法をとっているものを選びましたと書いてくれてるので、よくメタアナリシスを書いてくれてるので、そこでこういう方法が良いのかということを見て、そしてここで引用されたらそれぞれイージスタディに戻って調べるといいですよ、ね、で自分ができるものはどれかなって見に行くわけです。さて、はい、これがですね今回新しく作っているスライドですね、はい、分かりやすい説明の仕方、オリエンテーションが大切です。オリエンテーションっていうのはあそこになってやるやつで、初めに短く背景を話す、次に短くゴールを示す、中抜けよ、ね、この魚で言うと私の分野はこれでって、もうお頭の部分を短く述べて、方向逆かもしれないけどゴールはこれですよって言って、この部分言わない最初、こことここ行っちゃう。でそうするとオーディエンス聞いた側はこことここに2つ文章が出てきたからこの間はつながるんだろうなと想像できるわけです。そうすると聞き手の方はこの間にどんな言葉が出てくるかを想像するそうです。
ってるんだって。あらかじめ引き出して待ってるんだって。で、その待ってる言葉がうまく出てくると理解が早い。で、待ってる言葉と違う言葉が出てくると新たに引き出してこなきゃいけないので、遅いし、頭が隠れて、混乱しちゃって伝わらない。だから、ここ示して、ここ示して、そして背骨がずっと通るよねっていうところまで想像させるんです。はい、なので、1、2、3とか言います。ね、はい、でだけど、これだけだと、魚できませんので、できませんので、枝葉の部分の小骨が必要なんですね。小骨が4ですね。はい、そこで、この背骨と小骨。関係を次の言葉にしてみました。話の軸、背骨はぶらさない、貫く。ね、研究、今日は説明するので比較的短いんですけど、元長い研究計画を書いてもらうときはですね、この背骨が曲がっていく人いるんですよ、時々。そ, う、ね、それからシリーズものの時に今どのステージにいるのか。今開発のステージ、妥当性のステージ、それから技術のステージ、ね、関連の分析学のステージみたいに、どこに今はいるのかっていうことをちゃんと示してほしい、ね、でその順番で書いてほしい。でそしてそれぞれのステージにこの小骨をつけるわけですね。でその次、そうするとたくさんのことが出てきます。たくさんのことが出てきます。これなかなかやってくれなくって、もうイライラするのがこれ。類語は一つの用語で統一し完結する。途中で言葉が微妙に変えてあります。皆さんも研究室で発表してさ、言葉が微妙に変わっちゃって理解できなくなったことってあるでしょ。それは同じ言葉なのか、ちょっと違う言葉。ね、例えば、炭水化物って言ってて、宇宙から糖分行ったりね。いや、それ、同じこと、違うことってね。食物繊維入ってんの、入ってないの。で、入ってると入ってないの、意味があるの。今回意味がないの。ね。で、意味がない場合は、もう全部まとめてしまう、広い言葉で、そしてもう貫くね。この貫徹するのは非常に大切です。これ結構難しいみたいですね。結構難しいみたいです。これはですね、僕自身も原稿書くときによく言われます。僕もくれてるんです。大体編集者さんに直されます。この A という単語と B という単語は同じ意味で使っていますか。来月の栄養と料理の原稿にですね、図の方にメタンと書いてあるんで、本文にメタンガスだと書いてあるんです。これ指摘されちゃいましたね。同じことですか。まあ、通常常においてメタンはガスでしかないって。よく皆さんどう思います。メタンって聞いて、ちゃんとガスの気体を想像できるか、それともメタン、固体まで含めてのメタンを考えるべきなのか。これはケースバイケースでしょ。ね、それから読者がどこまでの知識を持ってるかだよね。ね、読者がメタを知らなかったことあるからね。ね、難しいですよね。ついやっちゃうんですよ、このメタンガスっていうのは。ついやっちゃいますね。それから、あと理系でよくやるのは、漢字で書いたり、なんか、蒸し詰めていったりいうのね。二酸化炭素といったり、CO2 といってみたりね。あれも一つのことを使っていいですね。それからね、略語はできるだけも使わないで、最後まで二酸化炭素、漢字長いけど、全部二酸化炭素にする方がいいと思います。以下 CO2 とかあまりしない。その理由はね、親切書を読む人ね、最初から読んでくれるほど親切な人はあまりいないかもしれない。僕なんか結構端折ってるんですから、書出が分からない。そうするともう、略語はつかないと思います。できるだけです、できるだけ。
ですね。これね、文献なしのであるならば危ない。これは今日の話になってあらゆるときの人なんですけど、カルの文章というのは何々である、何々である、何々であるってこう、できるだけ短く切っちゃって、一個ずつに言われるところを言ってくれない。ところが、会話文というのは何々だからとか、つなげちゃうんですよ。で、この、だからがね、これは自分の頭の中で地名なんです。けど、読んだ人にとって地名、明らかであるまあ、おのずから明らかであるという保証はありません。さっき言ったの日本人は太ってきているからと。日本人は太ってきている格好三本向けです。だからです、ね。日本人は太ってきている三本向けがあるだから。太ってきているからとか言ったんです。これ多いですよ、これ。これね、申請書の一番文頭に来る背景が多いんですよ。これ大失敗してます。実験室の中でやる研究なんかだと、これは明らかでないからと書いてあって、審査員がこんなの分かってるよって言ったりして、でもその場合、審査員の方が不勉強もあるんです。もうこれ分かっちゃってるんだろうと思っている。これ僕らぐらいもそうですからね、食塩水資料は分かってると思う、もうみんな思ってたからね、食塩水資料が分かってないことを分からせるのに、なんかもう20年ぐらいかかっちゃいましたからね。食塩水分かってるかと思って、食塩水指標を食事記録法で測れないということをこの分野の専門家に認知していただくのに20年ぐらいかかるんです。いまだにまだ認知してないと思うけど、それでもね、やっぱりね、知らない人や興味のない人に分かってもらいたいという気持ちが大切なんですよね。これベースでね、しましょう、ね、相手が知らない人なんだ、それから興味のない人なんだ。で、ここですよね。栄養学は一見簡単な調査に見えやすい。だから説明はとても難しい。栄養学は難しい学問なんだということを社会に認知させることが先決なんだろうって言ってました。これは結局皆さんの責任ではなくて僕たちの責任。今までの先輩たちが栄養学っぽいものをやって、それを研究だというふうに社会に見せちゃっただけに、社会はそんなの簡単だよねというふうに社会を認知しちゃったんです。そこに、いや、食塩だと分かんないですよって言っても、社会は、そんなもの何十年前からもうレポートありますよ、調査結果ありますよって言われる。そうすると、いや、今までのは偽物でって説明ちゃんとしないから。世界的にはこういう方法で測らずに、こういう方法で測ろうと、というふうに書いてある文章がありますとかね。だからこそ日本で測りましょうというふうに書いて、正しい方法に認知を持ってきたらですね。というわけで、今日の、この後のディスカッション、こういうことを中心にしていってほしいと思います。もうすぐ終わりたい。あとはですね、あとは負けですね。なんかヒントだったりなんて言ってました。タイトルを、研究のタイトルすごく大切で、40文字で書けっていうのが多いんですけど、40文字以内に書くと難しいですよね。こっちのグループはあるんですけど、これだとプロテイン認定なんですよね。それから、ここにフレルティがあります。だけど、これ分かりやすくするために最初に「はい」って持ってきちゃうんですよ。何々の関係っていうふうにせずに「ハイプロテインテイク」だから研究計画だったら「ハイプロテインテイクは何々であるか」って一応まあ、ね、プロテインテイクと何々との関連の研究って書いたらはっきりしないんですよ。どっち方向性でいいかね。で、ここね、プリバランスと書いてあるからね、もうね、罹患であって発症ではないということが分かりますけど、ここではローっていう方向性がありますね。人数は入ってないですけどね、これ、報道じゃ
ボリューミーニングだけです。これはあちこちでやっても、これはまあ、おまけです。ここ重要ですよ、クロスチェックなんですよね。っていうようなことが揃っているといいんですけど、これはまあ、疫学者だからこだわるわけで、疫学のことをあまり知らない、または軽視している審査員だと、こういうふうに書くのはあまり含まれないかもしれません。かもしれません。ここはやっぱこういうふうに書いてほしい。というわけで、論題はですね、今日この後にできるといいなと思うんですけど、具体的な用語を使っているかお互いにチェック。ね、はい、それから実施した、今は実施したい。実施したい内容がお互いに想像できるかチェック。で、想像が書き手とずれていないかチェック。ね、ずれていないかチェック。ね、はい、でそして、単純明快な文章。というかね、これね、もっと単純明快な文章にできるか、みんなでお互いに考え合う。これをもっと短くできるよねってお互いにやってくれ、はい、それからそれも説明ですけど、ね、説明の部分は、背景、目的、仮説ですね。これが揃っていることですね。で背景はあまり広げすぎない、結局直結するものぐらいにとどめる方がいいだろうと思いますが、これはやや難しいですね。こう広げた方が字幕が広くて他の分野の人が聞いても聞きやすいというところはあります。一般論ですよね。あまり一般論化するのは科学的にしてもらって何でも言いますけど、まあ科学者だったら政府がやってることが善だとは考えませんので、ね、真実が真実ですからね、はい、これはもう参考成功成功経験はもう必要なところ、この必要とかにとどめてください。漏れなくではないです、はい、研究目的はもう当然具体的になる。もう仮説は一つ、ね、一つにして、ください。あ、もう次は使う、これも使わない。もう一度無駄。それが今日はどこまで時間があるかによると思います。方法ですので、説明の中にどこまで入れるかを小骨の部分になってくるので、それぞれ考えてください、ね、この時数だったらこれは半分、このこれだけの3分か5分だったらこれを入れようとかね、いうふうに、グループディスカッションすると良いだろうなというふうに思います。どうですか、はい、ということでした。というわけで、今日の中心はこれ、はい、何かここまででこれもうちょっと聞いておきたいと思います。はい、全部で何文字 A4 1枚半分、1枚半とか1枚半だったら参考文献はどうだろう、5つぐらい、うん、参考文献1枚なんですよね。そのこういう背景ありますよとか、こういう測定法ありますよ、参考文献と、私はこれこれやってきましたという自分のアピール、つまり私はこの分野こういうことをやってきたから、その将来としては私のこの次の研究がありますよという、自分の研究歴を見せつけてきた。通常はそのオーバーラップそんなことないですか、コアとしていけるじゃないですか。 A4 半分だと、そう A4 半分で1個または2個、A4 1枚で3個または4個というイメージかな。というのは、ね、それより多いと参考文献の部分のスペース取るじゃないですか。あれが辛いんだよね。ありがとうございます。本当に小さくすることが許されてる場合
電子申請の時さ、本当に自宅できなくなるんですよ、ね、もうベタ打ちになっちゃうから、ね、まあその方がこう、その方がこう、いいんだけどね、いっぱいやろうとしてどんどん文字小さくする人がいるから、読めないじゃないって、はい、他いかがですか。はい、どのあたりが参考、あ、どのあたりが参考になるかですが、例えば、まあ、今までその英語系を主とした雑誌か術雑誌だと、まあ、先生がおっしゃる通り参考な1から3ぐらいになったら、はい、その疾患だとがんとか、はいはい、あんなものだとその食事を読んでて食事の調査の質とかがそんな高くないなと思って、うん、リファファクターに戻ってみると3点とか9点とかすごい、うん、そういった時この関係とはどうなるの。あのね、インタクファクターっていうのはあれは研究者人口なんですよ。だからあの本当のインタクファクターはインタクファクターはあれはこの研究者人口なんだよね。だからあのインタクファクターっていうのは分野別にあるもので分野的に使えるものじゃないんですよ。だから、がんならがんの領域の中でどの論文を選ぶかなっていうときにインパクトは使えるんだけれど、栄養学系の研究とがんの、あ、栄養学系の雑誌に載った研究とがんの研究に載った雑誌があって、そのインパクトファクターの高い低いでどっちの論文が良いかってことは比べられないんです。比べられない。で、それはあのがんの研究の雑誌の方はがんという測り方を重視してるわけです。栄養学系のものは栄養の測り方を重視してるわけです。だからそれぞれ自分がどちらを重視したいのかによるわけですね。あの今日この後ディスカッションポイント出てくると思うんだけど、その関連その分析結果をやるときに今だったらその何かの摂取とがんっていうのがあったら、本来はその接種の方の測定法がきちんと書いてあるいい論文と、がんの測定法がきちんと書いてあるいい論文と、これで参考向けにいくでしょうね。こういうことだよね。あ、そう、そこは言ったよね。よくないな。そう、単純にインパクトとか言ってさ、その食事の調査法がボロボロなのにインパクトだったら 10とか載ってるのね。あるよね。あれよね。
で研究の目的として高齢者における移植が高校機能の低下とフレイルの発症の予防制御を明らかにするということを目的としました。で今回の研究の独創的な点として高校機能の低下を移植という観点から調査するのは新規性があると考えました。でこの研究の意義としては食環境の整備を考慮したフレイルの発症進展予防の重要性を明らかにできると考え、研究の発展性として、高齢者の口腔機能低下によるフレイルの予防及び、高齢者の社会的孤立の問題を解決する必要になるのではないかと考えて、今回の宿題をしました。高齢の定義は、
流行り上にいるっていうかね、うん、そういう人間になっちゃダメよ。これ全あそう力のように僕それやったって言ってますから、フレイルが流行ってきたから私たち歯科領域がは忘れられないのに口にもフレイルがあるよって、でそのうちね目フレイルとか耳フレイルとか爪フレイルとかいろいろフレイル言いますからね。もう今だってもフレイルするときはいいから、いや、これコンクリートで多分そうだ、それはね、僕に日本の科学者たちじゃなくて政府とか日本人そのものも良くないと思ってるのは、新たな言葉を作る必要がないのに言葉を変えること、意味は変えないよ、意味変えないのに言葉を入れ替えることで新たな学問ができたり新たな発想が生まれたというふうに誤解をしてしまうこと、誤解させようとで、僕が嫌いなのはね、その一例がね、時間栄養学何にも話しないわ何にも出せないわ、栄養生理学のうちの一部にはどうして栄養生理学って言わないの、あれ生理、昔から生理学はあれ時間を考えたよ、消化機能とか全部そうだよ、とかあれ栄養生理学ってことは古臭いでしょ、だから学生なんて集まらないわけよ、それを新しいことを入れ替えると学生が集まったりこれで研究資金がついたりするのよ、で有名になったりするわけよ、そういう人間じゃダメよ、というわけでこの航空フレールも僕もそ多分ね そっち系だねそれよりも航空機能低下をちゃんと定義しようよね、航空機能の低下とは何か、流れ。ここがあるけど、でもこっちも。
一人暮らしとかって言われて、一人で食べる人、一人誰かと一緒にいても一人で食べる人、誰かと一緒に食べる人、誰かと一緒に食食はフレイルに関わっているから選んだみたいな感じに思えて
皆さんに伝わっているか、今日は無職っていうのと社交不スペースとして適切なのかと思う。そうですね、なんか無理やり持ってきた感っていうか、を感じて。あのね、あの研究計画で今育っててね、あの無理やり作ってる感があるっていうのは結構あるよね。で無理やり作ってる感があってどういう研究かというと、評価者って読む立場から見ると、この人はこれに興味があるんだなと一点あって、その一点を調べたいんだけれど、何とかの関係にしたいわけです。それで何とかの関係のその Y の方とか B の方を探してくるわけです。例えばこの場合だとこの場合だと私は別に触れる興味ないんですよ。例よ、一例よ。ね、で私の興味は古色なんです。古色こそが問題だと考えているとさせてください、ね。じゃあ、一体古色が何に悪いのかなって考えるわけです。そうする古色は、私の中では何も知らないけど、古色は悪いものなんです、ね。古色は悪いものなんですね。で、その時に悪いものと決めておいて、じゃあどんな悪いものが今世の中で流行ってるかなって考えると、高齢者で今触れるというのが大きな健康問題になっている、ね。そこで高齢者の孤食とフレイルを結びつけたらいいんじゃないかなって考える。こういう考え方です。でそうするとね、そうすると今出てきた疑問はあの すごく重要な疑問で、でこれが選ばれたじゃないですか。選ぶことは悪くないんですよ。社会問題として重要なんですよ。ところが問題は組織なんですよ。これを起こしている原因の重さ、大きさってある。これ、マルチファクターだから、多要因だから、いろんな要因があるんでしょ。ね、もしも、フレールにこの孤食以外に、すごく大きな原因があった場合に、その原因のことを知らずに、これを研究することに価値があるからです。これ、なぜならこういう風な見方になるかというと、これを選んだ人は、ここぞここに興味があるんです。というか、ここに興味があるんです。で、これ選んできたんです。ということは、ここが中心なんです。わかる、ね、ここが中心で、古色の前にフレールがあったり、いろんなものがあるんですよ。いろんなものがあるんですよ。ね、いろんなもの。そのたびに、この周りに飛んでいるたくさんのものに、このフレールなんですよ。だから、そのフレールの周りに飛んでいるものには興味がないんです。またはそれを考えつかないんです。ところが、読んでる側は、これとこれは同じ大きさで見てるんですよ。そのために、この古色の場合に、航空機能が出てきたから、あ、なるほどなと思いながら、他にも古色の場合、いろいろ飛んでるよねって見るでしょ。こっちも同じ大きさで、フレームの周りにもいろんなものが、古色と同じ大きさで飛んでるでしょって考えるわけです。ね。わかるでしょ。な。だからそうすると、ここが中心の世界と、ここが中心の世界と、または関連という、これをあのこう同等に並べておいている、だから中心この辺りで見たやつで、見え方が違ってくるんです。そして、マルチファクター、マルチファクトリアのものを見る場合は、常にこの場合に複数のものが飛んでいるという、あの太陽系の惑星みたいなのを考えてさ、ねね、でそしてどの惑星が大きくて自分が扱う惑星があまりに小さかったらそれはこっちから見たらやる必要ないことはないというふうに見えちゃうというより一時そうですよね、うん、だからこの、多様因問題の中での自分が扱う問題の相対的大きさがとても重要です。これは例えば評価者が、運動の専門家としましょう。運動生理学とか専門家としましょう。そうしたら、フレイルって言ったら身体で、あの、サンボでしょみたいな。ね、そんな時に一人で食べるかい、誰と食べるかって、ちっちゃいって言われてる。そんな感じ。そんな感じ。だからそうすると今度はそのフレールの方から見ると何が起きる
かということをちゃんと他にも負けずにでかいと言われなかったけどね。だからここから始まることは良いことなんだけど、自分の目をこっちに移して、そして他の要因よりもこれが負けてないとか、または抜けてる、完全に欠落してる、ある理論的に考えたらあり得るはずなのに欠落、景気を欠落してるとか、ね、弱いのはね、理論的にも考えられないんです。で行動はそれが多いんですよ、うん、気づかない人には理論的にも発生しえない要因です。行動学、行動学っていうのは発展するのは大発見なんだけど、何々そこにあるから調べますという下見潰して幾何学やっちゃったら行動学が面白いです。行動学がメカニズムに持ってくれるときにすごい面白い。最後のものをちょっと、ちょっと航空機の停車と関連にしてもらう。
だろうね。日本人のって必要なの4文字取ってるの相対的に、ね、4文字ほどの価値がないかなと思って、これタイトルでどう削れるかで一生懸命考えてて、だからさっきから、うん、男女をこれを高齢者にしたらこれ1文字削れるんだと、ね、で航空機能低下の低下いらないかなと考えてるんだよね。関連にしちゃ、しちゃったら、うん、低下はいらない。同居だったら、一人前だったら、もう確実に居したら欲しくなるの。いや、そういうわけで。そうじゃない、ないです。難しいね。こういう場合にね、研究をしてもらうのを決めるときにね、この A と B と、これ A と B との単純な関係じゃないですか。これだとね、面白みが感じられないんです。特に専門外の人に。うん。でね、でどうやったら面白みを感じられるかっていうね、味付けをするとね、味付けをするとね、これとこれが、メカニズム的に直接にくっつくとは考えられないでしょ。そうでしょ。ね。この、捕食をしている人と捕食をしていない人で、一体何が違うのっていうことが想像されて、で、その何が違うか想像されるものかがメカニズム的に航空機能に直接に関係していると誰もが認めるもの、まだそういう研究が多くあるもの、これを発見するとこの研究に味わいが出るんですよ。わかる？すなわち捕食と航空機能の改善の関連に内在する栄養学的いい石を探索するって言っちゃうんですよ。カープの香りをしてきたのかな。だからこの、ね、A と B の関連だけだと多くはね、結構通りません。
でないかの否かによってこの部分が違ってたらこの2つはつながるんですよ。酵素研究なんです。
場合は、まず一つ目が課題名が抽象的で魅力的でない。あとは次は二つ目が背景の中に重要な要素が書かれていない。あとは三つ目は申請が分かりにくい。計画的な段階で申請が分かりにくいという課題が書かれます。なかなか共通して出てきました。でそれに対する改善方法としては、先行研究を
改善方法の、先行研究の検索と、そういうことで、こっちの方でもちょっと出たんですけども、レビューします、検索します、なんかドーンと、受け出てきて、順番に読んでいくと、なんか当初の目的がこう忘れされて、なんか興味深い論文が出てくると、あ、この論文面白いなと、ちょっと読んでみようとか、で引用されてる論文を引っ張ってきたら、あれ、何のために引っ張ってきたのか、バイブになることがあるねっていう話をしたんですけども、それを徹底するっていうことは、なんかこう、目的から、検索して読むところまでどういうふうに進めたらいいかというちょっと答えは出なかったんですけども、お話しながら加盟するような感じが私もしてるんです。課題を、観測している段階だったらそうやってできたものからどんどん動くのか、曖昧すぎても分かんないし、
塩梅だとこうがうまくできるのもちょっと効率に情報が発生した方がいいですか。
もやもやしてたり、全然分からなかったのに、お話してるうちに、おう、それだわけ、分かるんですよ。だから、知ってたんだけどさ、みたいな。
ら評価軸が入ってるんだから活動は評価軸が入らないんですよ、うん、活動やるやるってことがメインだから、ね、研究はあくまでも評価がメインです。発見とかイエスかノーかっていうことを調べるじゃん、それがメインなんですよ。で栄養の分野はその活動が目的になっちゃうっていうのをまずそれ動かせる。介入って書いてほしいんですよ。実際に研究として応募、学校をしてるのに活動ってタイトルに書いてくるんだ。本人は介入試験のつもりなんです。というか介入研究、介入試験、介入研究というものの、教育をちゃんと受けてない。教員介入をするためには教育ツールがないといけない。そのために教育ツールを作るという教育ツール開発研究ですよ、ね、ここはステップを踏んでるんだけど、そういうのが曖昧になっちゃうとなんか漠然と活動になっちゃうんです。それから、分析研究みたいに関連を調べるっていうのはその栄養に関わらずやっぱり現象論とそれからメカニズムの両方の目がきちんと入っているということになります。表層の現象を見ますという研究は研究として僕は認めたくないと言ったんです。それそのそういう起こっているものの表層の表層を解明を上から見て見るんだけど、中に手が入らないんだけど、上から見ると透き通って、だからメカニズムが見えてきますよっていう、研究がいい研究だと思う。最近の流行りの人でもね、いっぱいデータを AI に盛り込んで、これを見つけるとかいうの。そう、それ気になるやろなっていう。君それ AI のちょっと考えるでしょっていう研究がすごいと思う。だからそういう研究に関する範囲だ。行動心理学
する要素をお金で測ったって書いてる。こっちに50円を置いて、こっちに100円を置いて、これは50円を取るようなセッティングをしてます。これが50円と100円じゃなくて、アイスクリームとケーキだったら、この経済は止まらなかったの。50円で100円と呼んじゃうと高度経済学になって、そうするとそこにその市場論理とかですね、他の経済の方の論理が入れられるわけですよね。ケーキアイスクリームだと入らないのに、それで新しい学校になる。それでパワーアップと経済の時に、高度なぜっていうふうに言ったのか、そういう意味では時間栄養学ってパワーアップになる。時間というと栄養というと、栄養生理学を知っているというときは栄養生理学の中の 一分野だよねっていうふうに、なるほどねって終わっちゃうんだけど、その栄養生理学を知らない人が見ると、時間というと栄養学で多くの人は正解だと思っているスタティックなものを考えている、まあ、正解は本来大変だと思うんだけど、時間という概念考えなくて、ね、なんかこう構造式が変わってくる、時間が変わってくるけど、だけど構造が変わってくるだけであって、その時間の中で自分の切り替え、それに対して時間の中でも全面的に押し出すということによって、その生理学中心の栄養学から生理学の中心の栄養学に持ってこい、それをプロトリして時間というものを軸にしてやろうって考えていくのが日本の今の脳時間栄養学です。すごく強いんです。あるいは栄養生理学からこう知らない人には受けるのもあるな。そういうふうに使うといいですね。なってるんですけど、仮説の立て方が曖昧だからこそアウトが
ある程度リスクポジションを決めて研究を見てゆっくりと丁寧にやっていくのがやはり一番早いあのたどり着く道なのかなと思います。さっきの AI 入れちゃえみたいな感じですね。プロゲストも入れちゃえみたいな。これ栄養性があるからね。で、じゃあその栄養性があるのためのね、
である栄養素が、得られない場合とか、場合に代わりに食品を使うというのは、ここは間違っている。なぜかというと、食品というものは、多くの人は食品というとたくさんの栄養素が混ざってますと思ってるけど、それも真実なんだけど、食品になると順番が出てきたり、それから違う場所、それも違うんだけど、違う時間、時刻、違うシチュエーションで食べたり、それからその食品を選ぶ時の心理状態とか経済状態、純粋な性欲以外の要素がいっぱい入ってくるんですよ。まあ、食品の方がもっと多分野にまたがる科学 のこう表現系なんじゃない。だから食品で解析をするというのは、どの部分の科学が、科学分野が重きを置かれるべきなのかを解析するための準備解析だ。学問の方から見ると でそれをその食品群が複数あった場合に、あるいくつかのものは有意な性の相互が出てきて、あるのでなかったすると、その有意な性の相互が出たものをまとめて、出なかったものをまとめて頭で考えて、でこれが性格的に解釈するとうまくいくのかな、だったら栄養素の解析を進めようということだ。でこれこうまとめるけど、これここからある一つ の物質出てこないよね。なったらもう栄養性の的解釈は諦めよう。でそれで行動的解釈、心理的解釈という方に進んでいく。食べ合わせること、僕がやるあの食べるやつまさしくそうですよ。あれはかなり栄養性は捨てた概念だよね。だから食品の解析というのは簡単そうに見えて、取り扱いが、取り扱い解釈や、その次にすべき解析や考えるべき、メカニズムを考えるべき、勉強すべき科目が広いよね。栄養素の方が楽、相対的に食品の方が難しい。で難しいから包括的って考えていって、でスコアリングしてみたり、で作ったり、一分析したりしだしたわけ。そういう数学的手法を使って、ある一つのベクトルに集約させることによって、で見えてなかったものが見えてくるってことで、
ると、その周りに散らばっている目安、一番簡単なのは年齢とかさ、どこに住んで出ましたとかさ、健康がいなかったとかさ、そういう情報がないデータとある情報、あるデータとは全然違うでしょ。そんなふうに、周りの情報、この自分が本当に見たい変数だけではなく、その周りの情報がどれくらいあるかとか、その自分が見たい変数の作られ方がどうだとか、いうことも見ていくと、その既存データであっても、その既存データが、実は他の誰も作り得なかった既存データだろうということはよくある。そこまでデータ見てほしい。出てきてないのがね、完全に結論してるのが、目的
するときに図を使うからじゃないですか。あの言葉でうまくできないので図を書きますって言ったでしょ、うん、なんかね、こっちの方でね、あの方法だよね、うん、で紙に書けるときはとか、そういう画像を使うときはあれはパワフルな方法だよね、うん、例えばこれ何だっけ、その下のブロックを紙に書いてあるでしょ、でそれを人に伝えるんだったらあのブロック書けばいいんだよね、うん、ここ抜けてますだからこうやりますって、もう普通だけで分かっちゃう、
前もミーティングで自分がやりたいのか、本当にその人がやりたいのかっていうのを見極めますからですね。もう全員がある。あの、気持ちの代理神経質って言うんですよね。もう最近教授上がると、まあ、研究取れなくて、学生上がると取れるって結構強く思って、その若手って研究です。僕の頃は上がらなかった。僕の頃は、その職員の上の人が取ってきたものを分配されてたっていう時代。で、今逆で、若手行くぜって、若手にお金を渡してってやらせよう。ね。で、そうなってくると、あの、教授になっちゃうとお金取れない。まあ、文科省とか特別の大型のは取れるんですけど、それ特別の大型のものしか取れない。そうするとどうなるかというと、大型のものを持ってるところに若手がくっついて研究するか、またはその若手と小口のものを集めて大型を走らせるっていう、そのために審査しててもね、この文章絶対あの収支と学生かけないよねっていう申請書が結構出てくる。でね、それで困るのはね、介入ね、ここと、ね、時間軸が入ってくるでしょう。そうすると、介入時期と、それから評価時期が年度が変わるよ、ここでもあるよね。そうすると研究に別になっちゃったりするわけですよ。ここで、実験系の先生なんかだと、もうそれ違う研究だから、その別の予算使っちゃうことになるから、ダメだって言う人もいるわけです。で、一方、疫学系は、いや、それは必要なんですよって説明をするんだけど、今度は困るのは、そのアイデアのオリジナリティがどこにあるかっていうのが難しかった。で、怖いのは若手が、労働者になっちゃうってパターンなんだよね。もう、頭を使う権利も与えられる。お金を使う権利も与えられる。お金は運び屋さんになってるっていう。で、そういう、それが見える、申請書が僕は疫学で出てきたらすごく低く評価せざるを得ない。かわいそうだけど、評価せざるを得ない。なぜかというと、それはね、どんどんね、そういう大型研究を持っているところに人が集まっちゃうんですよ。で、それがすごくいいグループの場合はどんどん新規性があっていいものを進める。そうでない場合は何て言うのかな、総当たり線的解析になっちゃう。ここに100人いますから100人いろんなもの測りますって言って、お金があったらこれも測るあれも測る、でこれも測るあれも測ったらこれとあれをかけたら600って言って申請書書いてきて、もうそうするともう人間っていらないじゃないか。お金あったら取ればいいんだよね。で、誰が払うのって言うと、いや、業者に出すとか言うんですよ。ひどいのは、データはデータ取る会社に取らせる。で、サンプルは、サンプル測定会社に出す。この人は何もやらないのか。せめてどっちかやれよって思うけどね。そう、やっぱそれはと難しいですね。前向き調査の立ち上げるというのは難しいからすでにあるネットの中、前向き調査の中で自分の研究仮説を持ちにそうなものを探す、いや、そこを研究を研究するとか、いや、でもやっぱりね、いい若手のね、だと3ヶ月とかそういう機会ないんだったらいや、できるし、いや、年度を超えても研究室に出す研究費3年とかはあるし、3年ぐらいはあるし、で、そして頭のいい若手、頭よくやる気の若手が出していくことだと、もう既存の業務の場を使っていくこと、例えばその小学校に入るとか、町の検診の場を借りてそこで介入をするとか、そういう場合だって教育って3年生に教えて結果はどうなるか5年生で見ます。その場合は3年間に
それをベースラインとして使う方法的研究だね。そうして2回応募する。そう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 。で、あとはというかその基本形は基本が走ってる高度研究とか介護試験に自分のアイディアで少し足すっていう。で、それが自分のアイディアだっていうことが分かれば高く評価される。ね、自分でね、そういうね、大型の勧誘試験や、大型の現場や、大型のコーヒー研究の中を使わせてもらってやる研究を、の研究結果の方のコツは、その既存データを使うじゃないですか。ある程度。で、その既存データを申請者本人がどれぐらい理解してるかというのが僕たちの。自分が取りたいものはこうとありますか、あとありますか、書くんですよ、みんな。どの方法で書いてるんですね。じゃあ、すでに取られた既存データを使います、この部分は使いますって書いてあるわけ。じゃあ、それどの方法で取られたのって。それ書いてなかったら、データのクオリティの保証ができないでしょ。で、自分が取るものの保証はできるけど、既存データの保証できないでしょ。で、それが同じように書いてあったら、あ、この人が既存データをよく研究してるな。だからこれは研究になるんだ。で、あの大型の研究ほどたくさんデータ検出があるので、あれもある、これもあると書いてきて、クオリティが全然書いてないというのがほとんどです。で、僕なんかは結構それでいじめるんですよね。なんか探せなくて。なぜかというと、僕は大型のベースラインを相当取ってるから、僕が集めたデータで、今いっぱい発生の学生が6回ってあるんですよ。そうするとベースラインで取った自分に。とかも彼らはそのベースラインをやったら10年とか10何年とかあったから、これどうやって取ったのって分からない。分からないデータ、君は数学的に分析するんだから、じゃあ数学として君は学位を取るんだね。それだったらいいよ。だから今度は数学的、数理統計的質問を質問するからね。疫学的にはその疫学のデザインを説明してくれる。どうやって取られたか、そこにどういう困難があったか、どのデータが捨てられたか、アドレスがどれぐらいあったか、その会社に来なかった人は誰か、それによって結果にバイアスが起こりうると君は考えるか、そういう答えなさい。もう見てきたというように言えっつって。いや、こっち見てるから怖いよね。その感動力はどのようにシステムが作られ、その感動力 の結果が使えないとすれば、その弱点はどこかを話す。だから既存データを使うと決して簡単なことはない。よろしくお願いします。まず最初に私が設けたテーマとしたら、慢性閉塞性呼吸、慢性閉塞性肺疾患患者における生活の質は食品群および栄養素摂取量と関係するのかというタイトルでやりました。まず、背景としたら COPD の気温とか重症度とか呼吸機能と食品群、栄養素摂取量との関連が世界的には報告されている一方で、こう息苦しさとか咳といった、COPD 特有の QOL と生活の質に関する自覚症状の有無との関連を調べた研究はなかったので、そのテーマを設けました。ただし、今日の、ディスカッションを通して、かなり漠然としていました。でまずテーマを、慢性閉塞性肺疾患患者における主観的呼吸法なのかは、食品群の摂取量と関連するのかって、とてもシンプルなものに変えました。でまず1としたら、問題点としたら生活の質と食事の合うとかの仮説が曖昧な、ことが、1、なぜこのテーマを代表として選んだかっていうと、生活の質と食事の合うとかの仮説が非常に曖昧だったので、こうナス価値があるんじゃないかということでこのテーマを選びました。でこの研究の強み、意義とか強みとしたら、主観的な症状
着目した点が、まあ、強みなのかなと考えています。で、3、改善が必要な点としたら、まあ、やはり仮説を明確にするということが挙げられます。そして、まあ、どのように改善できるかということで、まあ、今回行動学的にその、呼吸機能実際こう機械を使って測定したりとかいう研究は多数あるんですけど、まあ、こう自覚的な食行動に関連するような行動学的に見ている研究が非常に少ないんじゃないかなと考えています。そこで、まあ、改善点としたらこの生活の質って何だろうということで、まあ、私自身興味があったのがやはりこう呼吸困難とか息苦しさとかあるとちょっと食事の選択が変わるんじゃないのかなということで、まあ、シンプルに呼吸困難感ということを挙げました。そして食事、まあ、今回食品群とはしてますが、まあ、こう時間がかかって食べるものとか食べにくいものっていうのがこう食品の摂取量に違いがあるんじゃないかなと考えています。で、こう全体に対して聞いてみたいと思います。今回その暴露が主観的なものにこうなったので、まあ、それがいいのかどうかとか、あとは新規性、そして、まあ、食事をこう、まあ、時間がかかって食べるものが食べるのが難しいものっていうのをそもそもこうどうなんか硬さを評食事の硬さを評価したものにした方がいいのか、例えばこう野菜とか果物とか、まあ、繊維質が多いものにした方がいいのかっていうのを、まあ、どうしたらいいのか皆さんに相談したいと思います。以上です。一つの原因とか説明で補足してほしいこととかあれば。主観的に呼吸困難感は、つまり患者様が私呼吸しにくいんだよねみたいなスケールでいいんですという意識があるんですか。その認識で息苦しさ、これはじゃあ私が調べた限りだと今2つその、まあ、生活の質っていう消費量の生活の質を評価する、まあ、質問指標があるのでそのうちの1つに、まあ、その呼吸困難感とか息苦しさっていうのがあるので、まあ、その質問指標を取れば評価できるのかなと考えています。COPD の人と非 COPD の人を対象にした食事の摂取状況を調査した研究はあります。エネルギー必要量が上がると思うんですけど、それをフォローアップするなんかたくさん食べるとか、うん、そういうのが実際にできているかとか、ちょっとできなくなっているかとか、そういうことがあるか。確かにおっしゃる通りで、食事自体の量は変わって、その正常者と COPD 患者では変わってないんじゃないかと。ただ一方でそのエネルギー必要量という観点に見たら COPD の人は足りてないんじゃないかなという研究ことがディスカッションされてました、この研究で。
COPD で入院される場合だとこう重症になってこう入院される方が多いので、ちょっとまあ外来で通院している方っていうのを対象にやるのがいいのかなと思います。そこはどうですか？意外な外来か。確かに外来通院。
かっていう。で、僕が臨床栄養学で、すごく疑問に思ってることが、コントロールを置かない研究、あまり良すぎることなんだよね。コントロールを置かない限り、もう分かっちゃうからさ、ね。で、この研究も、ノーエクスポージャー、要するに健康者がコントロールグループを置いてないわけですね。ね。それとこれはどういう結果の見せ方だったのか。全員患者さんだよ。全員 COPD だよ。じゃあ結果は どういう解析なり表なりグラフなりで何となるの？結構そうですね。それがその COPD の重症度の影響を取り除いて解析できるわけ。
が慢性高齢慢性腎臓病という患者におけるフレイル療法を加味した推奨タンパク質摂取量の検討というタイプでした。このテーマを選んだ理由は題名が結構フワッとしていてなんかちょっとタイトル読んでなんか結構重要そうだけどこうなんか今どういう研究デザインなのかなっていうのが見えてこないなっていうのが面白いなと思いました。で研究の強みとしてはそのフレイル慢性腎臓病の患者さんに対してはその低タンパク質食っていうのをその指導するけれどもそうなるとフレイルになっちゃうんじゃないかっていうのがあってそういうその懸念があるけれどもその実際どれぐらいのタンパク質量が適切なのかっていうのが分かっていないということでもそれを調べたいっていうのがそれを調べているのがそれが結構はっきりしているので、だったらもうあの結構関連性をはっきりここに書いてしまった方がいいんじゃないかっていうので、この健康っていう踏まえた言葉を、まあ、その加味したっていうちょっとずっとうちさんとした言葉を消して、で高齢者っていうのも何歳以上なのかっていうのをはっきりさせて、高齢65歳以上の慢性腎臓病患者におけるタンパク質摂取量、フレイル発症への傾向で、こうするとあの前向きで前向き研究を得るっていうふうにこうしていくとあのフレイル発症を見るためにはどれぐらいの観察期間が必要なのかとか、まあ、そうなると観察期間が分からないからその2次アウトマン筋力とか体重変化で見た方がいいんじゃないかっていうのをそういう議論もされていました。あとは慢性腎臓病のステージによってはそのタンパク質摂取量に関しての医療指導とかも入ってくるのでちょっとステージを分けて検討するとかそのステージ3以降で医療指導が入っている人に限定するのかそういう補佐の原因で考える必要があるねっていうディスカッションをしていましたということです。なぜ腎臓病の患者にその指導する内容からしてタンパク質を減らすんじゃないかっていうことが説明してあるのは、本当はこれ患者っていうのは栄養指導を受けている人たちっていう前提に。ステージ 3B、ステージが1から1、2、3A、3B、4、5って分かれてて、3B 以降は腎機能かなり低下してるので、ここからタンパク質制限が始まる、を始めましょうっていうのがガイドラインに決まっていて、なので、ステージ 3B 以降の人、には栄養素が入ってくるので、そうこことここで分けてはしたい。もしくは最初から3人の人だけを対象にして研究しよう。65歳以上対象ってことなんですけど、その慢性腎臓病、その病歴
例えばもうだいぶ前からずっとやってて方もいると思うんですけど、その辺ってこれから研究の場合どう考慮して、その発症からどれぐらい、65歳以上で初めて発症したらどうなのか、ステージは分けやすいと思います。発症率と死亡については何も話していませんが、病気長い人の方が食事療法をしっかり理解している人が多いと思います。なるほど。
こういう人はうまくいける、こういう人はうまくいけない。おそらく多くの食事指導では、そして患者さんの多いもので、で遵守しにくいものの代表でしょうか。昔から言われてるね、守りにくい。ひょっとしたら、もうほとんど実はもうやらせてるだけで、守れてないよ。どういうことかというと、それは守ってますという、その自分の申告遵守してるというと、遵守してないというと、できないよって言ってる患者さんの分布は、優位に分布は大丈夫。これも杉本さんがやった蓄乳の研究なんかそうじゃないですか。ね、食塩の減塩の知識があって、減塩行動してますって言うと、あんまり減塩してませんという人の間に、食塩摂取量、食塩、日本中食塩配置量の分布にさなかった。だからひょっとしたらそういうことが起こってるとしたら、これもう超大問題で、こんなことやってる場合じゃないんだよ。いや、僕はやっぱりこの食事指導の大問題は、言いっぱなしでなくて、その病気が良くなったかどうかの前に、そのように患者さんは行動できてるのかということでしたね。だって糖尿病患者のエネルギー消費量が2年前まで日本で調べてなかったら、そういうことなかったんですよ。ありえないじゃん、何十年もさ、なんか体重あたり何キロカロリーとか言ってさ、指導していって、そのためのフォーマーであってさ、なのに何キロカロリー取ってるかの研究を誰もやろうとしなかったっていう。でかいぐらいがずっと書かれて、でそれに従って管理用紙はいっぱいなんかこう、80グラムなんてとかいっぱいやってたわけでしょ。で、何キロ病って見てるかわからない。で、それを測ろうと、誰も研究をしようとしなかった。こういう臨床変化が戻るべきじゃないのかな。戻ることがすごい進歩につながる。ブロックを作ってね。タンパク質はそういう意味で測り方が難しいから、その遵守の研究をやるっていう方がアピール度高いんじゃないか。タンパク質の制限不制限は守られているかという。守れている。生態使用を用いた研究が拡大してるとか、ちょっと格好でも見えるじゃないですか。栄養分かんないけども。ありがとうございます。
ショップをしていただきたい。練り直しの方は、エビデンステーブル作るところだと思います。エビデンステーブルはあまりガチガチにせず、お疲れ様でした。はい、